情報とかね、まだ閲覧とか詳しくね、俺の見そぎだから、火薬樽については。うん。それをね、伝えたかったんですけど、クタルが配信やらないんですよ。うん。なんで、ちょっと情報がね、わかりません。だもしかしたら、最後見たのがね、なんか閲覧100ぐらいだったんだよ。やっぱこうなんか、死んだかってなるじゃん。俺もたまによくやるんだけど、 ね、あ、最近なんか閲覧低いな、そろそろ、ね、一週間ぐらいね、ツイッターも更新しないで配信休むかつってやたまにやるじゃん、俺。で、雑談たぬき自演して、ヨッサン死んだとかね、ヨッサンの家に救急車が来てたぞってね、自演して、そう、それで少し盛り上げて、で、みんなあれって思うじゃん。で、ちょっとたきの閲覧がね、増えてくるんだよ、少しずつ。5人とか、10人とか。うん。で、俺は何もね、こう、 ツイッターとか配信絶対しないでそうそうだから火薬も今それやってんじゃないうんだからなんかやらないやらないってねみんな騒いでるもん火薬の雑談たとき今、うん、そうだから今何してんだろうねそうもう仕事も辞めたんでしょ で、二日間、日曜日の競馬やかなわかんない。競馬やって、そんな、競馬で14万負けたんだよ。<laughs> 14万、土日で14万負けて、それから 1, 1秒も配信やってないらしいですよ、火薬たるは。や、うん。んでんだろごめんよ、ほんは。俺のせいだって。俺のせいだよ。なんで俺がさ、通報しちゃったんだよ、火薬のことを。 1>, あれやつは1個、うん、でやってないやってない、うん、でやってたの本当にじゃあ俺があのこれ買いに行ってる時これ8時ぐらいにこれ買いに行ってたんだよえじゃあやったの嘘かうか、ん、多分嘘だなこれやったって言ったやつね一人ふち人しかいなかったから やってないんだから。うん。いつら、なんか100ぐらいだったんじゃないのやってたとしても。うん。でそれで、なんかもう廃止しませんって言ってたんだ。うん。だごめん、ほんとに。これ見たよ、なんか。あのー、ツイキャス A 版、フワッチ A 版、 ニコ生 A 版、でニコ生のサブ赤は、収益規制入ってる、TikTok 一週間版ってね。もう火薬の居場所ないよ、もう俺がやっちゃったよほんとごめん、ほんとに。もう火薬の居場所ないじゃんもうどうせ TikTok 復帰してもさ、またさ、あの、30分ぐらいで番になるじゃん、暴言吐いて。 本当に俺がねもう戻れんだら戻れんだったら俺ねシュタインズゲートのさ岡部岡部倫太郎になってさ自分を止めに行くようん通報するなっつって、うん、いやほんとね 俺は火薬に一生ね謝らないといけない。火薬さん、俺、こうやってね、4時間のうち10分は毎日あなたのために使うんで、俺がそれがみそぎだと思ってます。火薬たるさん、うん。ほんとごめん。配信者仲間を自分で殺したんだよ、俺は。 火薬樽という人間をふわっちで殺したんだよ。本当に。俺がもうとどめさして、A 画になっちゃったんだよ。本当に申し訳ない。もうね、今、火薬樽なんてふわっちでも、誰も話,話題にしてないけど、俺だけは違うから、俺がとどめを刺して殺した火薬樽のことを、 だからこそ俺は話題にして、火薬さんをね、どこかの、どこでね、いろんな配信サイトでも生きてるってことを伝えようと思う。10分間で毎日。それが俺の見そぎだから。本当にごめんね。火薬猿さん。うん いやもう泣きたいよ。俺心の中で泣いてるからね。あ、ゲイヒーもやな、もうね、ふわっちでやんなくなったみんなね、捨てる。俺はしてないから。火薬だるのことをしてないんで。うん。俺はしてません。